は、巫女的人材育成ライフコーチのみこです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。お久しぶりの投稿になっています。10日間ですね、韓国に行っていました。なのでちょっと投稿が今になってしまって申し訳ございません。これからたくさん投稿していくのでぜひ楽しみにしていてください。はい、前回のあの動画の方では腸とあとはその幸せと健康にはすごい関係性があったっていうことで、腸を腸内環境を整えるっていうことがどれだけ大切かね、今すごい健康免疫力すごく大切だと思うので、気になる方はぜひ前回の動画も見てみてください。はい、では今日はですね、最近いただいた内容というかお話で、あ、自分自身もこういうことだったなって思った内容があったんですけど、こう仕事をしていないと不安、何かをしていないと不安だから、その体はすごい疲れてるし、きっと気持ちも疲れてるのに休めない、十分な休みを自分に与えてあげられないっていう方って多いんじゃないでしょうか。私もすごい仕事好きなんですけど、確かにそういう不安っていう部分で、あ、なんか仕事が今回その10日間韓国に行ったじゃないですか。で、まあ今までその仕事をしていて長くても5日間とか長休で5日間休みとかで、その倍休んだわけですよね、今まで。その社会人になってから、その学生の時とかは夏休みとかそういうのあったと思うんですけど、なんか会社員、社会人になってからやっぱりそんな10日とかねお休みもらえないじゃないですか。もしかしてそのお正月お休みもらえる方とか、あのゴールデンウィークにお休みもらえる方っていうのは、なんかあのもしかしたらうまくいったらそういうお休み取れるのかもしれないんですけど、私サービス業だったので、まあ、土日のお休みとかそういうゴールデンウィークとかお正月のお休みっていうのはほぼないってか、ほぼというかもう完全にないですよね。そういう時にあの仕事をするので、だから今回その10日間休みをして、7日目くらいにですね、すごいね、あの不安が出てきたんですよ。自分でもびっくりするぐらい、結構その自分がこう仕事していないので、あ、なんかあれもやってないしこれもやってないし、あれ終わるかなこれ終わるかなとか、あれ大丈夫かなこれ大丈夫かな、あれなんか予定忘れてないかなとか、すっごい出てきたんですよ。で、自分でも結構これなんだろうなって思うぐらいバーって不安が出て、あ、その時に、あ、自分ができるって、私ならできるって、あ、自分のことを信用できてないんだなってことにすごい気づいたんですね、私は。その不安が出てきた時に、で、あ、なんか自分のことを信頼して信じることすごく大事だなって改めてそこで思い返して、自分に自信を持つってことがどれだけ大事かっていうことを自分は気づいたんですけど、その後にある方と連絡を取っていて、その方がすごい仕事が忙しいっていうことで、そのなかなかこう自分仕事をしないと落ち着かないっていうようなことをおっしゃってて、ちょうどたまたま自分も数日前になんかその何もしてないことに対しての不安っていうのが出てきたんで、すごいリンクしたんですよ。で、確かにそういう方って多いんじゃないかなっていうふうに思って、で、まあ、そういう方がこうどうしていったらいいかっていうことなんですけど、やっぱりそういう方ってもう思考がすごく忙しいんですよ。ずっと何かを考えてるんですよ。あれしなきゃこれしなきゃっていうこともそうだし、こう仕事に対してこう成果を出すこと
その周りの人に評価してもらうこと、その仕事を評価してもらうこととか、自分の価値を認めてもらうことっていうのを、周りの人、他者承認に委ねている割合が多い分、そういうふうに思ってもらうために、自分自身がどうすればいいかとか、何ができるかとか、何が足りてないかとか、どういうことを、例えば資格とかね、そういう自分のスキルとかを高められるかとか、そういうことにフォーカスがどうしても行ってしまうんですよ。他者承認の方に向いているので。で、なので何かをしていないと不安っていう状態がエンドレスで続いていくっていうふうになっています。で、その時にありのままの自分だったりとか、そう、今自分があるもの、自分が今できていることとか、自分が今持っているその自分のスキルだったりとか、自分が今できていることだったりとか、自分の価値っていうことを自分自身が認めてあげたりだとか、確認、認識、明確にできていないので、そういうふうに不安っていうのが常にこうつきまとっていってしまうような状態っていうふうになっていると考えられます。なので、まずは一回その不安になっているその思考とか、頭でわーって常にこう考えてしまっていると思うんですよ。仕事のこととか、今後のこととか、こう将来の不安とか、あとはその自分のやってきたもうことの後悔とか、自分のその自信のなさとか、過去のトラウマとか、自分の失敗とかっていうところにこうフォーカスしてしまって、ずっとその考えてしまうっていう風になっていると思うので、まずその自分の思考を一回止めてあげるっていうことが、自分がリフレッシュするのにすごく有効的なんですよ。なので、そのなかなかこうすぐにはこう自分自身を変える難しいかもしれないんですけど、1分とかでもいいので、その瞑想だったりとか、呼吸法っていうのを入れて、何も考えない時間っていうのを作る。あとはそのお掃除とかをその瞑想に変えるってこともできるので、お掃除をするんですけど、その時にその何も考えないでお掃除に集中する。すると、そのお掃除するっていうことが一個のこう瞑想みたいな感じでできるので、掃除する時にもきっとか、あれやれ、次やれな、やれな、やらなきゃ 次あれやらなきゃとか、これやってなかったとか、あれも終わってないとか、次あれやらなきゃとか、あの時こうだったな、ああだったなとかって、仕事してる最中も結構考えてしまってたりとかすると思うので、そういうもう考えない時間っていうのを意識的に作ってください。1日1分でもいいので作ってください。で、朝起きてからだったりとか、そういう日中ちょっと疲れてる時とかにリフレッシュする時にやるのが一番効果的です。なので、自分の思考を一回止めるっていうことをやってみてください。それと少しずつ変化っていうのが出てくると思います。あとは今あるものとか、今自分ができていることとか、今自分のやってきた成果とか、今までやってきた成果とか実績とか、そういうことにしっかり目を向けていく。今あるものとか、今までやってきたもの、これからやるのに対して足りないもの、これから自分が行きたい未来に対して足りない今の自分ではなくて、今までやってきたこととか、今まで頑張ってきた自分のそういう努力とか、そこで得た経験とかスキルとか、そういったことに目を向けるっていうふうにしてください。そういう意識の使い方というか、考え方とか、そのフォーカスっていうのをそっちに持っていくようにしてください。あとは思い出しました。最後は自信を持つです。自分自身をそうなれると、その自分が行きたい未来に行ける、で、自分がなりたい自分になれるっていうことを、そう、私はできる、私なら絶対そうできる、私はこんな
もんじゃ終わらないって自分のことを信じてあげる。根拠はいりません。ただ信じてあげてください。自分はそうなるって、そういう才能も能力もある、持ってると、それを自分自身が一番に信じてあげること、それがとっても大切です。はい、今言った3つですね。こう何かをしてないと不安とか、仕事をしてないと何かこうそわそわして不安になってしまって、なかなか自分がこうゆっくり休んで今っていうものをこう感じたり楽しんだりっていうことができてないなっていう方は、それは一時的にね、今だけならどうにかなるかもしれないです。でもこれが、ね、何年も何十年も続くっていうことはきっと難しいですし、きっとなんだろうな、無理だなっていうふうにこうなっていってしまうと思うんですよ。やっぱり無理してるんで、どうしてもね、今その今のこう勢いというか、そのエネルギーではできるけど、それがそれをもうやっぱりもうフルマラソンをね、もうこう 120% の力でね、こうずっと走っていくようなもんなので、もう休んでないので、思考ももう絶対にそれはずっとは人間なんで私たちできないんですよね。だからそうじゃなくて、ちゃんとその一時的なものではなくて、やっぱりその継続的に永続的にこう自分自身がやりたいこともできて、なりたい自分にもなれて、仕事も楽しいし、家庭のその家族との関係もすごくいいし、あの愛し愛され、そういう豊かなで本当にもう楽しくて幸せな人生っていうのを自分自身がこれからもうずっと歩んでいけるっていう方向性に持っていくために、今さっき言った3つ、を取り入れていってほしいです。その今のやり方っていうのをなんかその変えろとか、間違ってるとか悪いとかそういうんじゃなくて、もっとあなたがよりこう楽に楽しくこう幸せにその仕事をしながら、こう人生をずっとね、それからもう長いこと歩んでいけるとしたら、その方法を取り入れるっていうことが、この方法を取り入れるっていうことがすごいおすすめなんですよ。3つですね。1分でもいいので呼吸法、瞑想とか、あの吸って吐いて吸って吐いてっていうのを、まあ、10秒吸って10秒吐いてとかであのやるんですけど、何も考えないで、本当に入ってきたら、思考が入ってきたら止めてください、流してくださいね。あで、そういう方ってよくやりがちなのが、思考が入ってきた時に、ああ思考が入ってきちゃった、私ダメだって思っちゃう、じゃなくていいんですよ。みんな普通入っちゃうから、それ当たり前、うん、全然大丈夫です。だから入ってきちゃった、あ入ってきちゃったな、ちょっと出てくださいみたいな感じで出してくださいね。それをあのもう出てくるためにやるんですよ。でそしたら気づいたらずっとそれをやるじゃないですか。1ヶ月とか2ヶ月やってって、だんだんその出てくださいって言わなくても、あの考えないで呼吸法ができるようになってるんですよ。不思議なんですけどね。それはもう本当にその意識して意識してやっていくと、それが習慣になって、無意識でね、潜在意識でね、もうできちゃうようになるんで、そしたら超楽なんですよ。もう無意識できちゃったら、意識いらないから、何にもそのなんだろう、努力も何もいらない、当たり前にできちゃう、歯磨くのと一緒みたいな感じです、から呼吸するのと一緒、呼吸も意識してしてないじゃないですか。努力いりませんよね、呼吸することに。からそういう感じです。そういう感じでできちゃうんですよね。だからそういう風にとりあえず続けてください。続けることがすごい大事です。1分間こう呼吸法とか瞑想する、思考を止めてください。意識的に、あお掃除でもいいって言ってましたね。あとお散歩とかでも全然いいので、とりあえずなんか何にも考えない時間っていうのを作ってください。で2つ目は、今あるものにフォーカスしてくださいね。今までやってきたこととか、今できてることとか、そういうことにフォーカスするようにしてください。今ないものじゃなくて、今あるものにフォーカスする。あと最後、自分に自信を持って、自分のことを一番自分が信頼してあげるってことをぜひ取り入れてみてください。
はい、では今日は以上です。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録お願いします。では今日も皆様にとって最高楽しい幸せな一日となりますように。ありがとうございました。